こんにちは。質問来てました。子どもの保障って本当に必要なのかな。答え、入院の保障はつけておいてください。子どもさんは中学高校ぐらいまでは医療費は大体かかりませんけれども、ただ小学校のお子さん入院された場合、お一人で入院させますか。大体親御さんが付き添いますよね。じゃあその付き添う費用、これもかからないんでしたっけ。いやいやいや、これかかります。親御さんの費用は全額親御さん負担になります。特に生まれたばかりのお子さんは病気や怪我になりやすいから、生まれたらすぐに保障の準備をしてあげてくださいね。